伊藤博樹がブンデスリーガ月間ベストルーキーに U21 チーム加入予定からの大躍進。ピッチに立ちたいのなら、ポジションを争う伊藤ケンプフ、シュトゥットガルト DF 伊藤博樹は定位置争いで優位に立っているようだ。ペレグリーのマタラッツォ監督は、 同ポジションでプレーする DF マーク、オリバー、ケンプフの復帰を報告するも、次戦での伊藤の起用を示唆した。夏にジュビロ岩田から買取オプション付きのレンタルで、シュクットガルトに加入した伊藤。これまで公式戦1 2試合に出場し、10月半ばからは8試合連続でスタメン出場。 今までは主に本来3バックの中央でプレーするワルデマー・アントンや左 CB のケンプフが不在の時、それぞれの代役を務めていたが、ここに来てついに3人とも出場可能の状況となった。マタラッポォ監督は12日に行われる ブンデスリーガ第15節ボルフスブルクとのアウェー戦に向けた会見で、先月頭から負傷離脱を強いられていたケンプフが戦列に復帰することを報告。マークは全体練習に参加し、招集メンバーもしくはスタメン候補でもあると明かしつつ、決断はまだ下していないとコメント。そのケンプフと伊藤の 左利き CB 同士のポジション争いについて問われると以下のように語った。ヒロには安定感がある。守備でも攻撃でも相手の意表をつくところ、走りでボールを奪うところ、ナイアゴナルパスを出せるところ、今ではオンザボールでも落ち着きを見せているところ、すごく良い働きをしている。 だから、ピッチに立ちたいのなら、マークは大きなタスクに取り組まなければならない。プレゼントなどはない。より優れたプレイヤーがピッチに立つ。ただ、ヒロは現在非常に良い働きをしている。会見で競争がなくてはならないと、ポジション争いの必要性をたびたび口にした、マタラッツォ監督。 実際に伊藤のスタメン起用を続けるのだろうか。伊藤博樹がブンデスリーガ月間ベストルーキーに U21 チーム加入予定からの大躍進。ドイツブンデスリーガは10日、11月度月間ベストルーキー賞にシュトゥットガルトの伊藤博樹が選出されたことを発表した。 動画伊藤博樹の見事なブンデスリーガ初ゴールがこちら。ベストルーキー賞はブンデスリーガでのプレー1年目の選手を対象とし、当該好きに最も活躍したと評価される選手に贈られる。昨季は3月にアルミニア・ビーレフェルトのローアン・リッツ・ゲン PSV が受賞しており、 二シーズン連続で日本人の受賞選手が生まれることになった。11月のベストルーキー候補にノミネートされていたのは、伊藤とフランクフルトのデンマーク代表 MFS パーリンドストローム、ボルシア・トルトムントのオランダ代表 FW ドニエル・マレンの3人。公式ウェブサイトで実施された投票により、 伊藤和田の二人を上回った。各月の月間ベストルーキー賞を受賞した選手は、シーズンの最後に年間ベストルーキー賞の候補となる。これまで8月と10月には RB ライプツヒのハンガリー代表 MF ソボスライドミニク。 9月にはシュトゥットガルトのエジプト代表 FW o マール・マルムッシュが受賞していた。今年夏にジュビロ・岩田からシュトゥットガルトへの期限付き移籍が決定した時点では、U21 チームからスタート予定と発表されていた伊藤だが、ブンデスリーが開幕戦からトップチームでベンチ入りし、 10月以降は不動のレギュラーに定着。11月は全3試合にフルタイム出場し、特に第13節マインツ戦では見事な移籍後、初ゴールを挙げるなど勝利に大きく貢献した。伊藤博樹がブンデスリーガ月間ベストルーキーに U21 チーム加入予定からの大躍進。 ピッチに立ちたいのなら、ポジションを争う伊藤ケンプフ、シュトゥットガルト、DF、伊藤博樹は定位置争いで優位に立っているようだ。ペレグリーのマタラッツォ監督は、同ポジションでプレーする DF マーク、オリバー、ケンプフの復帰を報告するも、次戦での伊藤の起用を示唆した。 夏にジュビロ岩田から買い取りオプション付きのレンタルでシュトゥットガルトに加入した伊藤。これまで公式戦1 2試合に出場し、10月半ばからは8試合連続でスタメン出場。今までは主に本来3バックの中央でプレーするワルデマー・アントンや左 CB のケンプフが不在の時、 それぞれの代役を務めていたが、ここに来て、ついに3人とも出場可能の状況となった。またラッフォ監督は、12日に行われる、ブンデスリーガ第15節ボルフスブルクとのアウェー戦に向けた会見で、先月頭から負傷離脱を強いられていた、が戦列に復帰することを報告。 マークは全体練習に参加し、招集メンバーもしくはスタメン候補でもあると明かしつつ、決断はまだ下していないとコメント。そのケンプフと伊藤の左利き CB 同士のポジション争いについて問われると、以下のように語った。ヒロには安定感がある。守備でも攻撃でも相手の意表をつくところ、 走りでボールを奪うところ、ダイアゴナルパスを出せるところ、今ではオンザボールでも落ち着きを見せているところ、すごく良い働きをしている。だからピッチに立ちたいのなら、マークは大きなタスクに取り組まなければならない。プレゼントなどはない。より優れたプレイヤーがピッチに立つ。 ただ、ヒロは現在非常に良い働きをしている。会見で競争がなくてはならないと、ポジション争いの必要性をたびたび口にしたマタラッツ監督。実際に伊藤のスタメン起用を続けるのだろうか